中型のホイールローダー34トン級大型ホイールローダーホイールローダーはトラクターショベルのうち車輪で走行するものであるタイヤドーザーやタイヤショベル等とも証拠されるほか沖縄県ではシャボと通称されている主に土砂や採石などの粉体または粒からだものをダンプカーに積み込み込んだり校内短距離運搬する作業で用いられている建設機械であり 油圧ショベルより一度に多量の土砂を積み込むことができる。ゴムタイヤで走行するため、クローラーを装起したブルドーザーやトラクターショベルと比べて屈伸力は弱いが、比較的に軟質な地質ならば、全身屈作する作業も可能である。外見的にショベルローダーと近似しており、標準仕様のバケットは同一形状とも言えるが、ショベルローダーは、 前輪二輪駆動で路面を掘り下げる能力はなく、不正地や軟弱路面、休憩車地を走行することは困難であるのに対して、ホイールローダーは四輪駆動であり、路面を掘り下げる能力を有し不正地や軟弱路面、休憩車地を走行することが可能など、作業性能や走行機体構造の違いが大きく、日本の法令では、ショベルローダーは二役機械、ホイールローダーは車両系建設機械、 整地、屈削等に分類されている。車輪は四輪駆動である。ソーダは前輪と後輪の間の車体が折れ曲がる中折れ式であり、軌跡は前輪と後輪が一緒であるため内輪差や外輪差は発生しない。ソーダは油圧駆動であり、ハンドルの切れ角と実際の火事の切れ角は必ずしも一致しない。走行最高速度は 小型特殊自動車登録可能なものは時速1 5トル中から大型のものでは30時速5 0トル程度出せるものもある。行動を走行するものは車体寸法と最高速度に応じて小型特殊自動車または大型特殊自動車の何らかの登録をする必要があり対応した運転免許が必要となる。 小型特殊登録者は、原付以外のいずれかの免許があれば運転できるが、大型特殊登録者は、大型特殊一種、または二種の免許がないと運転できない。下記の技能講習終了、または、建設機械試行技術検定合格の資格は、行動上を走行する運転操作のみならば、不要である。車両については、前照灯、軽音機、 方向指示器などの法定装置を具備した上で、ナンバープレートの取得、自動車損害賠償責任保険の加入が必須である。また、道路管理者の許可、または、委託を受けた場合以外は、行動上で、作業装置を使用してはならない。日本国内ではケットなど、作業装置を使用して、作業を行うためには、車両系建設機械運転者の資格運転技能、講習修了証所持、 または、建設機開始工技術検定の一級、第一種か二級、第一種の合格証書時が必要である。ただし、この資格のみを有している場合は、校内における作業だけに限られ、行動での作業運転はできない。行動走行及び行動上での作業運転を行う場合は、車両登録種別に応じて、普通自動車運転免許、小型特殊自動車運転免許、または、 大型特殊自動車運転免許も合わせて必要である。現在製造、販売している会社過去に製造していた会社、ありがとうございます。